はい、皆さんこんにちは、チェでございます。PC88 のクルムゾンやっていきましょう。ちょっと街にね、戻ってきました、一遍で、まあセーブしに帰ってきたんですけど、さあやっていきましょう。こっちなのかな。あー、これか、山の中の宿屋っていうのは。泊まってみないといけないのかな。誰もいない、誰もいない。こっちから喋ればいけたら、お客さんこちらに入られては困りますと。あいにく部屋は空いてます。あ、そうなのね。じゃあ帰るしかないんだね。あいにく部屋は空いてません。恐ろしいって聞いてたんで、襲われるみたいなこと聞いてたんですけど、そうでもないみたいですね。お、いくつもの吊り橋が風に揺れてギシギシと音を立てている。はあ、ここは恐ろしい魔獣の吊り橋だ。はあ、敵出てくんだね。あ、ベアードさんだから変わんないね。でしかも4人4匹だから、まあ、変わんないっちゃ変わんないのか。ただドロ、おお、食らった。久しぶりに攻撃食らったね。帽子が良かったのかな。まあ当たりは一撃でほぼやっつけれると。だね。これでますますレベルアップも拍車がかかってまで、ちょっと心配なんですけどね。お仲間さん大丈夫かなと。ああ、先制攻撃ばっかりだ。いやー、ちょっと食らっちゃったから、次はね、何かいい防具を買いましょうか。腐りかたびら買わないといけないね。腐りかたびらを買ったらもうしばらく大丈夫な気がするんですけどね。あー、でも2ずつしか上がんないのか。そう思うと安い方買う方がいいのかもわかんないね。安い方から買う方がいいのかもね。あー、でもあの革の鎧買ったらいきなり当たらなくなったけどね。もうその辺はどうなんだろうと。でもあの何、あの木の帽子だっけ。木の帽子が革の鎧よりも高いっていうのがちょっと驚きですけどね。普通木の帽子の方が安いだろうと思うんですけどね、手間考えたらね。木は切りくり抜くだけでいいもんね。革は舐めさないといけないもんねと思っちゃったりするんですけども。ベアードさんは4匹出てくるんだね。まあこれはでも攻撃を上げてて正解は正解でしたね。鋼の剣を買って、うわっちゃあらららら。あ、これはよかったよかった。はい、これはどういうことなんでしょうね。まだいけないのだろうか。あ、ごめんなさい、ちょっと今ねカーニングをしてたんですけどね。なかなかカンニングといっても情報を収集するのがなかなか難しいですね。
おお、おお、ドルマジン。お、硬そう。え？お、33もあるね、ヒットポイントが。ドロマジンが素早いっていうのはイメージしにくいんだけどね。あ、あら、あらら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 。あ、結構食らうね。あと、あの、傷薬の効力をまだ見てないんで、どうなんだろうね。あ、経験値もでもだいぶ良くなってきたね。あ、抜けた。とりあえず先進むことをガンガン考えてますので、もうそのなんちゃらのなんちゃらというところ、あ、違うね、沼？君の悪い沼の上を迷路のように道が走ってできていると、あ、誰かいるね。ここは毒の沼だ、恐ろしい魔物が出るぞと。沼に、沼だっけ？いや違うね、洞窟だね。洞窟だったね。およよ、ちょっとひょっとすると来すぎてる？めちゃくちゃ来てっけどね、これ。まだ行くの？ああ、なんか見えてきた。はい、どこここ。え、町来たよ。この町はシークスと言います。この門を開ける者こそクリムゾンを倒す者。はあ、クリムゾンの城はこの町のずっと南の方です。え、もうそんなとこまで来てんの？ラスボス手前なの？この町の西の方に雷山がある。視界が乱れて危険だから行かない方がいいよと。わしは修行中の旅のそうです。あ、チラチラいるんですね。まあ死んだら大変になるからっていうことなんでしょうね。道具屋はいいでしょう。ホテル、あ、ここ狭いね。あ、まあ8ゴールドだから入っておきましょうか。はい、さあ、じゃあちょっとね、私これダメだね、遠すぎちゃってっからね。この町の南西の方角に遺跡の谷があると。これ入ったかな。白い鍵は町の長老が持っているが、今はクリムゾンに捕まっていると。ああ、思ったより早くクリムゾンさんに、あれだね、お目見えしそうだね。ちょっとこれは違う気がしますので戻りましょうか。ちょっとこれは違うね。あれ、洞窟寺はどこにあるんだ。おそらくあの城のね、女王様のいた城の近くだと思うんですけど、ちょっと敵のレベルがね、強くなってきた感がありますので、あとここだね。はい、ここは簡単に渡らせてくれないっていうことだね。泥仕合にならなければいいもん、いいけどね。はい、おお、オクトマン強そう。おお、食らった。うお、痛い。何気に痛かったね、今。おお、16はちょっとびっくりしちゃった。笑えないね。おー、強い強い。相手の防御力もあるから一撃じゃ倒せないね。いやー、あの16はマグルだったのかどうか。ダメージね。ちょっと泥試合が始まってますので、あ、当たった？あ、当たったね。おお、3ね。よかった。あの16は、まあ、
あれだったんだね。そんなに、おお、でも結構暗いでしたね。あら、ちょっと入っちゃったね。あ、あったね。あ、私遺跡全部見切ってないんだけど、いいのかな。まあでもあれ、また違うところにワープして出てきて強かったから、まあ仕方がないといえば仕方がないか。おお、嫌な音するね。おお、経験値めちゃくちゃ入ったけど、レベル10になかなか上がんないもんだね。あ、やっと出れた。あ、またオクトマンだ。ちょっと困ったね。ちょっとこのオクトマンは、あまり会いたくない敵だね。早く宿屋に入りたい。まあまあでもなんとかなる。お、おお、な、止まっちゃったね。なんとかなるねとか言おうとしたんだけど、あ、でも40当たってたね今ね。ってことは一撃でやっつけれるレベルではあるんだ。はい、いやー、か、硬いとか長いね。長い長い。私はあのイザベラさんっていうのは多分仲間になると踏んでるんです。踏んでるんですよね。まだ攻略サイトでそこまで見てないんでね、何とも言えないんですが、いやー強い強い。ほらダメだ。まあその代わり一遍抜けると敵出てこないですからね。もうどこなんだろうね、洞窟。そんな感じのとこ見えなかったけどね。これまだ同じこと言うかな。あいにくって言われちゃうかな。ああ、開いてませんね。でこっち行って、これ何の街だっけ。あ、どこさの街って、ああ、ちょっと来すぎた感があったとこだったのかな。はい、ホテル入りましょう。はい、はい、またどうぞと。さあ、じゃあこっから城に。そっか、私こっちも行ってないのか。あ、これどう見ても洞窟じゃないよね。あ、洞窟があった、これか。ここの敵がどうなのか。おお、あ、でもヒットポイントは少ない。ワイルだ。あ、ま、うん、あ、一撃だね。当たりゃ一撃できるんだわ。はい、ここに来てんだね。おお、人いるわ。ここはモーネスの山だよ。あ、目的のとこですね。さあ、じゃあどんどん進んでいきましょう。はい、ズール。おー、いっと食らい出した。あー、あんま悠長なこと言ってらんないかもわかんないね。
ヒットポイントは大したことないからね、当たりゃ一撃なんですけど。はいはいはい、で時間よくなっちゃったね。今回この辺で終わっておきましょう。88のクリムゾン終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。